回のモデルさんは坂本さんなんですけれども、いつもはロングレイヤースタイルでストレートな感じでいつも過ごしているそうなので、ちょっと秋なので巻き髪風な感じで毛先にデジタルパーマと、あと目あの明るい目あんをつけてハイライトとローライトを入れることにより立体的に見えるような感じでデザインカラーを入れてみました。じゃあちょっと坂本さん回ってみてください。全体的に秋っぽい感じで仕上げて、若々しい感じでトップにボリュームとお顔周りもそんなにこうピタッてくっつけてしまうと結構あの暗く見えてしまうので、耳周りもふわっとした感じで華やかさをプラスしてアデージョっぽい感じに仕上げてみました。